チョコレートシートを使ってこの2色のひねりパンを作っていきます。強力粉と薄力粉、砂糖とお塩と卵、インスタントドライイーストが入っています。イーストめがけてお水を入れて木べらで混ぜていきます。ある程度一塊になったら台の上に出していきます。手ごねでこねていきます。丸め直します。これで30分発酵します。発酵ができました。空気を簡単に抜いて取り出して丸め直しをして、お布巾の中でまたしばらく5分ほど寝かせておきます。寝かせました。きれいに発泡できています。これを伸ばしていきます。長方形というよりは長方形のイメージです。チョコレートシートです。これも伸ばします。先ほど伸ばした生地にチョコレートシートを乗せていきます。半分にチョコレートシートを乗せたら、これをプレーンな生地で挟み込んでいきます。また伸ばします。半分にカットして、上に乗せていきます。これをまた伸ばします。伸ばしたこの生地をカットしていきます。切り込みを入れます。ぐるさっと下まで貫通させてください。反対側の下まで。で、この時に上と下はつないでおいてください。この隙間に入れてくるりとひねります。こちら側も入れてくるりとひねります。でもう一度発酵させていきます。発酵ができました。この後焼いていきます。焼けました。美味しそうです。チョコレートシートを早く解凍しすぎてちょっとボソボソになってしまいました。